スマホを安く買いつつ通信料金も抑えて。乗り換えるべきはどこなのか。電子レンジマンの動画。皆さん、スマホは好きですか？枝から生まれたずんだもんなのだ。愛の戦士、四国メタンさん。このチャンネルも完全にガジェット系チャンネルになってるし、見てる大体の人はスマホ好きなんじゃない？買ったスマホの話をするのが基本の当チャンネルだけど、買うという行為についても注目はしていきたいのだ。スマホってのは高い買い物だから、できるだけ安く買って安く運用したいものだわ。年に数十台スマホを買っては来て売りする投稿者としても、それだけ買う分極力毎回の費用は抑えたいのだ。ということで、スマホ購入ベテランおじさんが考えるスマホを安く買って運用できるおすすめの格安 SIM みたいな話でもしていこうかと思うのだ。格安 SIM ってのも最近はだいぶ落ち着いてきちゃった印象があるけども。確かにそうなんだよね。また最新のスマホをできるだけ安く使うなら、最近は大手キャリアも結構見逃せなかったりするのだ。そんなわけで、格安 SIM は中心にしつつ、良い乗り換え先とかについて解説するよ。そんなわけで行ってみようか。そんな感じで、このチャンネルではガジェット系の話をいろいろしてるので、チャンネル登録がまだの人はぜひお願いします。電子レンジマンの動画。というわけで始めていくのだ。スマホを安売りしている格安 SIM といえばこの辺りが浮かぶけども。そうだね、いきなり結論になっちゃうけど、このイメージで問題ないと思うよ。厳密には楽天モバイルは今展開されてるのは自社回線を使ってる大手キャリアとしてのサービスだけどね。ワイモバイルや UQ モバイルも大手キャリアが運営してるわよね。そうだね。つまり実はキャリアの回線を借りてる MVNO 系格安 SIM でスマホが安いのは実質 IIJ 妙くらいなのだ。かつては OCN モバイル1ってのもスマホの投げ売りが扱ったんだけど、新規申し込み受付を終了しているよ。格安 SIM 自体は他にもいろいろあるんだけど、正直販売価格はあまり安くないところが多いね。代わりに通信料金は安いものもいろいろあるんだけど、具体的に乗り換え先によって販売価格にどのくらい差が生まれるのかしら。じゃあ販売窓口が多いアクオスセンス8の価格をまとめてみようか。ざっとこんな感じかね。定価も割引後の価格もバラバラね。定価は基本的に MVNO 系の格安 SIM が安いんだけど、割引はキャリア系が大きい金額になりがちって感じかな。でも IIJ ミオは MVNO 系でも結構割引額が大きいわね。定価自体も安いから文句なしに最安レベルだね。ただし楽天モバイルは2年後の返却で端末代の一部を抑えられる買い替え超得っていうプログラムを展開中。これを使えば2年間31,896円足す返却して数量3,300円で使えつつ、ポイント還元も受けられるので、一応最安は楽天モバイルの実質18,196円になるかな。でも要は2年間レンタル前提だし、楽天モバイルを初めて契約するのも条件だとちょっと面倒だわこれ。そうだね、普通に壊れるまで使うなら IIJ ミオの方が結局安いとは思うのだ。また IIJ ミオのメリットとして、販売されるスマホの種類がかなり多いことも挙げられるのだ。オッポやシャオミ、ソニー、シャープ、モトローラなど、またナッシングやエイスス、未使用品とかでは iPhone やギャラクシーなんかもたまに取り扱ってるよ。なるほど、単純に機種の選択肢が多いのも魅力的かも。その上で2ギが850円や5ギが990円など料金設定も安いのだ。例えば楽天は3ギが1078円、UQ やワイモバは4ギが2365円、マイネオは5ギが1518円などで、通信料金についても IIJ ミオは見逃せないのだ。ただし IIJ ミオの回線には注意点もあって、まず通信品質はさっき端末代を見比べた UQ やワイモバあたりと比べて微妙なのだ。大手キャリアから回線帯域の一部分を借りてるから、つながる場所は同じでも混み合いやすいんだっけ。そうなのだ。12時台はかなり読み込みが遅くなるので、昼休みにスマホをたくさん使う人には不向きだね。まあ料金自体は安いから、とりあえず乗り換えて端末を買いつつ、メイン回線は別に用意してサブ回線として運用するのも良いとは思うよ。あるいはポボ 2.0 あたりをサブ回線として契約して、 IIJ ミオの速度が遅い時とか、たくさん通信する時はその都度トッピングするとかね。そうだね、ポボ 2.0 でギガ活をして無料パケットを貯めてれば、昼だけポボ 2.0 で通信するとかして補うことも可能。購入するスマホがデュアルSIM対応であれば、ポボ 2.0 と IIJ ミオを1台のスマホで切り替えながら使うこともできるよ。そして IIJ ミオの難点としてもう一つ挙げられるのが、特価購入の台数の制限なのだ。転売防止とかの都合で年に1回しか MNP 特価での端末購入はできないよ。それって困るのは、あんたみたいなやたらスマホ買うマニアだけじゃない？それはそうなのだ。
だけどね、お得だと思って買ったら後からもっと自分にとって良い機種が出てきたりもするわけだよ。単純に買ってみた機種が合わなかったからすぐ機種変したくなったとかもないことはないでしょ。多分普通の人は我慢して使うんじゃない。うぬぬ、まあとにかくいつのどの機種が自分にとって買い時かはしっかり見極めて乗り換える必要はあるのだ。そんなわけでスマホの割引購入に IIJ ミオはおすすめだけど、回線速度や割引制限には注意してくれよな。なんかぬるっと IIJ ミオの魅力と注意点みたいな話にこうして長々とやっちゃったけど、他のおすすめ格安 SIM はどうなのよ。まず楽天モバイルはさっき言った通り2年間レンタルや乗り換え初回契約でお得になるのだ。また回線料金の安さも魅力で上限3278円で使い放題なのだ。段階的に料金が上がるけど上限は3278円。僕は基本的に月3人が運用なので1078円になるね。さらに専用アプリで通話が無料でかけ放題。ただこの前使ってみたら通話し始めが不安定になったりしてるので品質は微妙かな。楽天市場での買い物ではポイントが漏れなくプラス4倍になるのも嬉しいのだ。まあ月間2000ポイントまでの上限はあるけどね。そんなわけでサービスの充実度を含めれば楽天モバイルでスマホを買うのもなかなか良いのだ。ただしさっきも言ったけどリピートで回線契約する場合特典が減ったりなかったりなことはしばしばあるよ。また場所によっては楽天モバイル回線って電波が弱くなることもあるので注意だね。普段使う学校とか会社とか交通機関で圏外だったりすると困るわね。あとは UQ モバイルや Y モバイルだけどこいつらは通信料金が前提として高いのだ。通信料金の負担は大きいと。まあ代わりに回線品質は高くてお昼とかもサクサクだけどね。また Y モバイルはヤフープレミアム特典があったりキャリアメールが無料だったりとサービスも充実してるのだ。で、UQ モバイルと Y モバイルでスマホを買うメリットとしては端末ラインナップが挙げられるのだ。 IIJ ミオとか楽天とかとなんか違うの？ UQ や Y モバは他社格安 SIM で取り扱いがない機種を割と売ってるんだよね。例えば iPhone13 や SE3 また中古 iPhone なんかも取り扱いがあるよ。 UQ なら Galaxy や Pixel の型落ち品を取り扱ってたりもするね。Y モバイルも LIBERO シリーズなど独自の機種を激安で売ってたり、たまに在庫処分品が撫で売られることもあるよ。つまりここでしか買えない機種が欲しいときは UQ モバイルや Y モバイルもおすすめになるのだ。でも回線料金が高いのはな。料金が不安なら後から乗り換えてもいいとは思うよ。契約期間の縛りとかはないから。でもブラックリスト入りとかあるわよね。回線が契約できなくなったりしたら嫌だけども。それはそうだね。とりあえず半年とか不安なら1年くらい契約しつつ他に乗り換えたければ乗り換えるのも良いかと。また回線の品質自体は文句なしに高いから快適に使うことを重視するなら普通に UQ モバイルや Y モバイルは魅力的でもあるよ。家族割やネット回線とのセット割もあるから家族で乗り換えるならそういうのを活用するのも良いかもね。電子レンジマンの動画。そんなわけで今回はスマホのセット購入におすすめな主に格安 SIM について解説したのだ。まとめるとこんな感じ。どれもメリットもあればデメリットもあるのでいろいろ見比べつつ検討してみるのが良いと思うのだ。なるほどね。あとはまあ家電量販店等では大手キャリアが実質1円とかでスマホを売ってることもあるね。基本2年間レンタルで一括で安く買えるのは定価が安いやつかよほど在庫が余ってるやつって感じだけど、キャリアは回線料金が1ギガ3000円台からなどさらに高いので注意は必要。通信料金が高いキャリアはかかる月額料金込みで半年とか1年でどのくらいかかるかを踏まえて考えた方が良さそうね。ちなみにキャリアのスマホは普通に本体だけで買えるし、分割プログラムも乗り換え割引はないけど普通に適用できるよ。キャリアの分割プログラムは使って大丈夫なの？的な動画は僕の実体験の話も踏まえつつ別に作りたいと思うのだ。とりあえず今回の動画はここまで。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるのでよろしければチャンネル登録とか評価とかよろしくねなのだ。このガジェットレビューしてくれよみたいな案とか動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。それではまた見てくれよな。また会う日まで。